佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回は脱低体温についてお話しします。実は私は以前低体温でした。もうとても体温が低かったんです。36度台ではなく35度台の時もあったくらいです。当時はものすごく体調が悪かったです。すぐ風邪をひく、風邪をひいてもなかなか治らない、朝からもうすでに疲れているなどなど、本当に体調不良が続いていました。ところが今では人の標準平熱の36度5度以上あります。実は最近は35度台までしか熱がないという方が増えています。そうすると体の機能が低下、結果さまざまな病気を招くことになってしまうんです。この低体温の原因としては、1、白砂糖など体を冷やす陰性の食品の摂りすぎが体を冷やし、2、運動不足、このことで体熱が上がりにくい、3、筋力不足、筋肉作りを担う肝臓が化学物質や添加物で弱っているなどが考えられますね。そこで私も実践しています。食べ物によって体温を上げていきましょうをお伝えします。穀物、そうです、穀物には体温を上げる力があるんです。そう、例えば玄米などのパワーがある穀物や発酵食品、例えばお味噌ですとかキムチですとか、私はぬか漬けなどを毎日バランスよくいただいて、逆に体を冷やしてしまう陰性の食べ物、先ほどお伝えいたしました白砂糖ですとか、果物、夏野菜などはできるだけ控えめにされるといいです。そして何より美味しいと感謝の気持ちでいただくことを大切にしています。あなたももし低体温だとしたら、できるところから一つずつ取り組んでみてくださいね。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。